今日から第3クールがスタートしましたイーグルスキャンプです。午前中はピッチャーも入れて川崎さん、党内連携が行われました、はい、今日はもう主力が中心でね、まあ、党内連携バントショーでやってましたけども、非常にまあ出来としてはいいと思います。森本、田中、松井、岸、この辺りがマウンドに立って、はい、こういうサインプレーの練習もしていました、はい、さあそして今日は早川投手がこれ石井コーチと握りを確認しながらのブルペン投球練習を行いました。おそらく新しい球を覚えてるんではないか、うん、まあ見た感じスライダーなんでしょうけども、そのスライダーでももっとやはりこう完成させたいというか質を上げたいという意味でね、石井投手から投手コーチからもこういうアドバイスを受けてたんですけども、はい、さあそしてその後、今度は岸投手が入ってのブルペンチームです、石井ピッチングコーチがこの位置に立って、うん、こういうシーンはこのキャンプよく見られます。そうですね、先日も同じ位置に、ね、石井コーチを立たせてやってましたよね、ピッチングを。さあそして野手陣ですけども、ランチを取った後バッティング練習が始まりました。今日もたっぷりと、午後打ち込んだイーグルスの野手陣です。第3クールに入りましたイーグルスキャンプ、いよいよ明日から練習試合が始まります。この第3クールは実戦、練習試合が大変多く組まれている予定になっています。今日はルーキーの安田もフリーバッティング快音が聞かれました。